はい、では第1位の発表です。ここまでの流れから第1位何なのかちょっと予想してみてください。はい、では第1位は、どうもこんにちは、宮崎大輔です。いつも私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。さて今回は1月に買ってよかったものベスト5をご紹介したいと思います。これからは毎月ですね、その月に買ってよかったものをご紹介します。今回は2021年1月に買ってよかったものです。園芸関係のグッズに絞って紹介します。観葉植物とか家庭菜園とか農業に興味がある人はぜひ最後まで見てください。じゃあ早速ですね、第5位からいきましょう。第5位は吊り下げ式のハンガーです。でどれかというと、この辺の後ろに映っていると思うんですけど、どうでしょう、見えますかね、これかな、これとかこの辺にあるアイテムです。今ねここにちょっとその映像がアップされていると思うんですが、こんな風に使います。なんていうんですかね、まあハンガーなんですけど、こう植木鉢を吊るしておけるんですよね。でこれ何がいいかというと、こう植物を置く時って、まあ、どうしても床にこう置くしかないじゃないですか、植木鉢とか、まあ、プランターとかそういったものでね。でただ植物飾りたいって思うと、まあ、どうしてもこう、まあ、床に置く以外の方法もちょっと使いたくなりますよね、まあ、ちょっと立体的に上の方に置きたいとか、こうインテリアとかを考えた時にちょっと上の方が寂しいなみたいな、そういった時にはこのハンガーがあるとすごい便利だと思います。で今回私はこれをAmazonで買いました。でAmazonで買ったんですが、まあ、似たような商品っていろんなお店で販売されているので、まあ、ホームセンターで買ってもいいと思いますし、例えばインテリアショップとかそういったところで買うのもいいと思います。注意点としては受け皿がないと、こう水をあげた時にこうボタボタボタって下にね水が垂れてしまうので、こう受け皿一体型の鉢を使うとか、もしくはポットカバーですね、まあ、植木鉢カバーみたいなものって売っているので、その中に別のね鉢を入れるとかポットを入れて水が外に垂れないような、水を受け止められるような仕組みを作ってあげた方がいいと思います。あとは商品ごとに結構雰囲気が違うんですよ。なんかアジアンテイストな雰囲気のものもあるし、なんか北欧っぽいなんかシンプルなデザインなものもあったりするので、その辺は部屋の雰囲気とかお好みに合わせてデザインを選ぶといいと思います。はい、第4位はキッチンワゴンです。でキッチンワゴンって何なのかというと、まあ、こんなような商品でして、2段とか3段とかあるいは4段ぐらいの商品も売ってます。これもね、Amazon とか楽天とかホームセンターとか、雑貨屋さんとかね、そういったところに行くと売ってると思います。で私はこういう商品が実は大好きでして、でなんで好きかというと、私そもそもが部屋の掃除とか片付けとかがすごい苦手なタイプなんですよ。なので気を抜くともうめちゃくちゃ部屋が汚くなるんですね。でそれってなんでかなって考えた時に、こうやっぱまあ、置く場所が決まってないとか、まあ、もしくはこう面倒くさいみたいな、まあ、そういった気持ちが出てくるからなんですが、でそういった時にこのキッチンワゴンがあると何がいいのかというと、とりあえずそこに突っ込んでおくみたいなことができるっていうのが一つと、まあ、応急処置的にね、まあ、もう一つはじゃあこの段には工具を入れようとか、この段には園芸の小物を入れておこうとか、この段にはなんか測定機器関連のものを入れておこうみたいに、その段によって入れておくものをもうあらかじめ決めておけば、まあ、多少こう乱雑に入れたとしても次に使いたいってなった時にもうこれはこの棚のどこかにあるはずだみたいな、少なくとも棚の場所だけは分かるので、あどこ行ったっけってこう探さなくても済むんですよね。まあ、そういう意味で私すごくこれが好きでして、今ですね実はこの部屋の中でも
使ってます。この辺にあるんですよ。ちょっとあの汚いので映らないようにしてるんですけど、ここであの4段式のものを使っていて、例えばこうシュッとこう針金が取り出せたりとか、なんだろうな、こんな風に EC メーターが取り出せたりとか、ここでこうやって動画を撮影しながら、あ、ちょっとこの道具必要だなって思った時にすぐここからパパッと撮れるようにしてます。でしかもですね、今ここに置いてあるの4段式なんですけど、4段もあると収納力がすごいんですよ。まあ、これぐらいの広さのものなので、普通に床に置いただけだったらまあね、こんぐらいのものしか入らないんですけど、これかける4段なので収納力が4倍になるわけですね。最高ですね。これはあの本当に私みたいにこう片付けが苦手な人にとったら、収納力があるっていうことってもうすごいなんか希望に満ち溢れたキーワードなので、なんか私としては本当これ好きですね。でしかもですね、今回新しく購入したものっていうのが今までとちょっと違うんですよ。何が違うのかというと、この底の部分がこうピシッとフラットというか穴が開いてないんですね。でこれ穴が開いてないと何がいいのかというと、もうここに直接植物を置いてしまって水やりができるんです。でまあ水やりやって出た排水がそこにでしっかり受け止めてくれるので、その段の下にある植物にバタバタバタってかかる心配がない。あとは室内で育てていても、あの床をね水浸しにする心配がないっていうので、私は今回これを植物を置くために使おうと思ってます。でただですね、これちょっと注意点もありまして、排水がずっと溜まってる状態って実はあんまり良くないんですよ。なので本当のねちょっと理想を言うと、水を与えた後に排水をしっかり切って、また置き直してあげるっていうのが理想的です。でこういうね3段ボックスとかだと、その排水を取るっていうのは結構大変になってしまうので、なんか例えばあのね灯油のシュポシュポして出すようなものを使うとか、なんか雑巾で取るとか、もしくは鉢を一旦外に出して水やりをやってから元に戻すっていうようなね、ことをやったりとかしなきゃいけないので、その点はちょっと面倒くさいんですが、まあ、結構ねあの排水性が悪くてもよく育つ植物、水が結構好きな植物だったらそこまでねあの下に溜まった水って気にしなくてもいいので、あのちょっと植物によるかなと思います。で逆に乾燥してる状態の方がいい植物とか、もしくは冬みたいにあんまり水をあげない方がいい時期だと、そういうね排水はちょっと気をつけてあげないといけないです。はい、じゃあ次は第3位発表します。第3位はエアープランツです。はい、エアープランツを買いました。でエアープランツ実はいくつか買ったんですが、その中でも特におすすめなのがこっちかな、 こいつです。こいつわかるかな。あのこれね、なんで買ったかっていうと、私楽天市場っていうネット通販のサイトがすごい好きで、なんか楽天市場でよく買い物するんですけど、楽天市場ってお買い物マラソンっていうなんかセールがあるんですよ。でそれどういう仕組みかっていうと、あの1個のお店で1000円以上のお買い物したら、次のお店で買うときにポイント還元率が 1% 増えるっていうものなんですね。でなので1件で買うよりもこう何件もいろんなお店で買い物をした方がどん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 こうポイント還元率が上がっていくっていうものなんですよ。で私結構そういうね楽天のポイント還元とかすごい好きな、節約とか大好きなタイプなので、そういう楽天でセールとかがあるとうわーやったーと思って、もうこういう時にねなんか普段こう買えないものというか、買いたいけどこうお気に入りにだけ登録しておいて買わないでいた商品とかを買うんですね。でその時にこう考えるのは、例えば高い商品を最初に買ってしまうよりも、最初はちょっと安めの商品を買ってから、高い商品を買った方がポイント還元がいいんだよなっていうふうに思うわけですよ。でそういう時にこう見ていたら出てきたのが、ちょうど1000円で買えるエアプランツだったんですね。これどういうことかというと、その楽天市場のお買い物マラソンで
ポイント還元率を上げるためには1000円以上のものを買わないといけないので、まあ、ちょうど1000円だと、まあ、一番安いしかつポイント還元率も上げられるっていうものでわめっちゃいいじゃんと思ったら、まあ、ちょうど私が欲しいなと思っていたエアープランツ でしかもこう吊り下げるタイプのものだったので、あ私もちょっと育てたことないなと思って育てようっていうふうに思いました。でしかもですねこれちょっといいなと思ったのが、普通このお買い物マラソンで買い物をするとその後ちょっと後悔するのが、あの宅配便がめちゃくちゃ家に来るんですよ、ね、その配達してくれる人にも申し訳ないし、かつ私もねその度にこうピンポンってなったら毎回あの玄関まで出て行っていろいろこう印鑑をしたりとかっていうのがちょっとめんどくさいなっていうのがあったんですが、今回購入したこのエアープランツはすごい小さい容器で運ばれてくるんですね。なんか薄型段ボールみたいなやつで、なので郵便ポストの中にこう入れておいてくれるんですよ。なので、まあ、配達してくれる人も私もお互いですね、まあ、わざわざあのいろいろそこでやり取りする必要がなくて、ただこう郵便ポストの中に入れておいてもらえて、私もただそれを回収するだけでいいっていうので、あのそれもなんかすごいあの楽でいいなって思いました。でただちょっと気をつけなきゃいけないのは、あの今ねこの動画を撮っているの冬なんですけど、めちゃくちゃ冬外寒いじゃないですか。そうすると植物の通販ってちょっとリスクがあって、もう寒すぎてその配達中に植物が傷んでしまう、枯れてしまうみたいなことがあります。でかつですね、このエアープランツみたいに郵便受けに入れるタイプだと、まあ、余計そのリスクが高まると思うんですよね。なのであのその点は注意してください。特に寒い地域に住んでる方ですね、東北とか北海道とか、もうそもそも観葉植物とかを冬に買おうと思うと東北北海道への配達は行っていませんみたいなね、そういうところも多いんですけど、あの、まあ、ちょっとねその点だけは気をつけていただければなと思います。ただあの植物自体はね、見た目もすごく可愛いですし値段も安いですし、あの初心者の人でもね育てやすい植物なのでいいんじゃないかなと思います。あとは私楽天で買ったものについては、楽天のルームっていう新しいアプリがあるんですけれども、そこでちょいちょい紹介しているので、もしよければそこもね見てみてください。それでは第2位の発表です。第2位はあの一気にですねちょっとあの話が変わりまして、アグリトップ黒丸キューブです。アグリトップ黒丸キューブが、これがね一体何なのかというと、マルハナバチです。蜂の、巣箱って言ったらいいのかな、まあ、そういうものを購入しました。でこれねどこでじゃあ使ってるのかというと、私のこの自宅でもないですし、それから実家がある長野県の農園でもなくてですね、今いちごの試験栽培を兵庫県の方でしていまして、そちらで使っています。で何のために使うのかというと、いちごってどうしても受粉するためにミツバチかマルハナバチを使わないといけないんですね。で本当は他にもちょっといくつか方法はあるんですが、まあ、ちょっとそれはねちょっとマニアックな話になるので置いておいて、基本的には西洋ミツバチかマルハナバチどちらかを使います。で今回はマルハナバチを使うことにしたので、マルハナバチを購入して、そちらのね巣箱をビニールハウスの方に設置しました。そのね様子もあの今ちょっとお伝えしていると思うんですけれども、こんな感じでマルハナバチくんがですね、活動して仕事をしてくれて、そのおかげで今ね美味しいイチゴが収穫できてます。収穫できたイチゴもこんな感じです。じゃあちょっとねもうちょっと詳しくマルハナバチって何なのっていう方のために説明しておくと、見た目で言うとでかいんですよ。ミツバチがこんぐらいだとするとマルハナバチこんぐらいですね。ミツバチの何倍も体が大きくて、なんかちょっと見た目はねやっぱ怖いんですよね。ブーンって飛ぶので、うわ怖いみたいな感じに思うんですけど、性格としては非常に温厚なので、あの、まあ、刺してくる攻撃してくるってことはもうほぼないものです。それからどんな特徴があるかというと、一匹一匹の飛翔能力が非常に高いので、ミツバチの何十倍もたくさん働いてくれます。例えばミツバチだったら何千匹も必要なんですよね、一つのビニールハウスに。でもマルハナバチだったら数十匹で十分っていうようなものです。なのでミツバチも働き者なんですが、それ以上にたくさん働いてくれる
形です。はい、では第1位の発表です。ここまでの流れから第1位何なのかちょっと予想してみてください。はい、では第1位はモンステラです。モンステラを買いました。観葉植物ですね。で、どこで買ったのかというと IKEA で買いました。 IKEA ですね。英語の発音は IKEA らしいっていう噂を聞いたことがあるんですが、本当なんでしょうか。はい、そのね、 IKEA で購入しました。で、なんで購入したかというと、まあ、今ね、あの後ろにこういっぱい観葉植物とか、あとまあ野菜とかイチゴとか、まあ、食虫植物とか、あと培養中のね、ものとか、まあ、いろんな植物を今ここに飾ってます。で、ここでね、今ちょっと部屋の模様替えというか、あのいろいろ植物を増やしたりとか、入れ替えたりとかしてるんですけど、まあ、そういった時にやっぱモンステラ欲しいなみたいな。モンステラってすごい見た目がなんかいいですよね。ボリュームがあってゴージャスで、まあ、可愛いしかっこいいしみたいな、すごくいいなと思っていて、で、ただね、実はモンステラいるんですよ。ちょっとわかるかな、この辺にモンステラくんがいまして、もう1年ぐらい育ててる、1年ぐらいもずっとね一緒に生活をしてきたモンステラくんがいます。はい、ただね、このモンステラがまだちょっとねサイズがちっちゃいので、まあ、こうやってね、あのたくさん飾ってる分には全然いいんですけど、こうシンボルツリーみたいな感じでドーンとね、あの部屋に置く感じではないなと思ったので、まあ、ちょっと大きめのモンステラ欲しいなと思っていろいろね探したんですよ。ホームセンターとかお花屋さんとか、まあ、ネット通販とかでもいろいろ見たんですけど、なんかね、まあ、微妙になんかそこまで欲しいなって思うものがなくて、で、IKEA に行ったら、あ、これはいいなと思ったんですね。まあ、なんでかっていうと、まあ、サイズ感が結構ちょうどよくて、かつ値段も安かったんですね。別のホームセンターに行った時はもうすんごい巨大なモンステラがあって、なんかもうこんぐらいでかいモンステラで、まあ、結構値段もする、でもまあボリューム感はある、でもなんかこれ置いちゃったら部屋の中で結構邪魔だなみたいな、そういう問題があったりしたので、まあ、こんぐらいのサイズのモンステラが欲しいなと思って、それでね、購入しました。で、モンステラはこう家に配送するっていうことができなくて、なのでこう手でね持って帰ってきました。車がある方だったらもう普通にね車で運べばいいのですごい楽だと思うんですけど、残念ながら私車を持ってなくてですね、こうモンステラを抱えながら電車に乗ってあの家まで帰ってきました。はい、というわけでこれからはね、このちょっと大きめのモンステラくんも一緒にこの部屋で生活していこうと思います。 IKEA の観葉植物って、あ、結構いいなと思ったんですね。種類も多いし、まあ、値段も手頃ですし、ついでにね、あのいろんなインテリアとか鉢とかそういったものと一緒に買うこともできるので、まあ、すごい便利でいいなと思ったんですけど、まあ、一つ注意点があって、オンラインショップとかでもあの販売してるんですけど、植物は買えないんですよね。植物はネットで買えないし、それからお店で買ったとしても配送っていうものをやってもらえないので、もう自分でね持って帰るしかないです。その点だけはちょっと気をつけてください。はい、というわけで今回は1月に買ってよかったものベスト5をご紹介しました。はい、どうだったでしょうか。観葉植物のネタが多かったですね。まあ、ちょうど今この部屋の模様替えをやっているので、まあ、その関係でね、観葉植物関係のものが多かったんですが、ですね、兵庫県の試験ハウスの方でイチゴの栽培もしているので、ちょっとね、まあ、農業関係というか、あんまりこう趣味で植物育ててる人にとっては関係ないんですけれども、まあプロのね商業的な農家の人だったら、まあ、西洋ミツバチかマルハナバチどちらかは扱っていると思うので、まあ、そういったね、ところも紹介しました。はい、これはねちょっとシリーズ化していきたいなと思ってまして、毎月買ってよかったものをご紹介していく予定です。園芸グッズとか、まあ、農業関連の道具とかそういったものに興味がある人はぜひチャンネル登録してください。では今回の動画が面白かった、役に立ったと思ったらぜひいいねよろしくお願いします。それから動画の質問やリクエストがある人は下のコメント欄に書いてください。これからも農業や家庭菜園、観葉植物についていろいろな動画をアップしていきます。
ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。ではまた。よし、動画が撮り終わりました。久しぶりの動画の撮影だったのでちょっと緊張したんですが、ちょっと最後に少しだけ撮ろうかな。今回マイクも実は新しくなってまして、マイクのシステムをですね全然違うものに変えたんですよ。なのでちゃんとね音声取れてるのかどうか若干不安ではあるんですが、どうでしょうかね。今回の音声聞き取りやすいですか、なんか微妙ですかね。なんかその辺もちょっとコメントで教えてもらえると嬉しいです。